はい、皆さんこんにちは、下田祐介です。今日のテーマがですね、住宅確保給付金についてお伝えをしていきたいと思います。もしかすると皆さんの家賃が最大9ヶ月間補助されるかもしれません。ぜひご覧ください。それではどうぞ。ということで、今日のテーマがですね、この住宅確保給付金というのでお伝えをしていきたいんですけど、まあ今年のコロナのような状況とかですね、まあ、いわゆるこう自分の収入が減ってしまったとか、退職してちょっと家を失いそうだなとか、家を失ってしまったっていう人のために、まあ、国がしばらくこう家賃の分を負担しますよと。でその代わりこう就職活動とか、家は確保するのでちゃんと就職活動に専念してくださいねっていうような、制度になってくるので、まあ、それなんですけど、この住宅確保給付金って実はもともと違う名前であったんですよね。で遡る、今はこの住宅確保給付金というのが2015年の4月に施行された、いわゆる、生活困窮者自立支援法に基づく制度の一つなんですけど、その前名前がちょっといろいろ違ったんですよね。で遡るとだいたいリーマンショックの頃なんですよ。2008年ぐらいにリーマンショックがあったので、多分皆さんまだ記憶に新しいんじゃないかなと思うんですけど、あのリーマンショックの時に何が起きたかというと、すごい派遣切れが起きたんですよね。本当製造業の人たちを中心に派遣切れが起きたんですけど、そうすると結構家賃が払えなくなった人たちが増えた時期だったんです。ちょっと話それるんですけど、年末話題になったのが、あのいわゆるこう派遣で切られてしまった人たちが日比谷公園に集まって、本当にこう年越し派遣村みたいなのを作ったりしてですね、大きな話題になった年でもあったんですけど、本当にこのリーマンショックの時にこれはやばいっていうので、住む場所を、まあ、失った人とか失う恐れがある人を救うためにですね、まあ、厚生労働省が住宅手当緊急特別、措置事業っていうのを立ち上げました。本当にこう全国の市区町村に窓口を置いて、しばらくは家賃を補助しますよっていうのが、最大9ヶ月間こう住宅の手当が、補助されたっていうのがあります。でその後、まあ、この緊急特別措置事業の後にですね、2013年にこの今の住宅支援給付金っていう風に名前が変わって、まあ、その後、今の住宅確保給付金っていう風な名前に今至ってます。やっぱり家賃ってどうしてもこう生活の家計の中で重い部類に入るんですか。本当に大体 30% ぐらいに抑えるのがベストではあるんですけど、やっぱりどうしても3割ぐらいを占めるものなので、まあ、それを払えなくなるのはきついで、しかも家を失われると就職活動も困るっていうので、まあ、そういう人たちをちゃんと家は確保するから就職活動に専念してねっていうので、国が応援してくれてる制度になります。なので本当にこう今ちょっと家を失いそうだなとか、収入減ってきついっていう方はすごく参考になるんじゃないか、使えたらラッキーだなというふうに思うんですけど、じゃあ具体的にちょっと要件を見ていきたいなと思ってて、こんな感じで載ってるんですけど、例えばまず対象者、対象となる人はどういう人かっていうと、ざっくり言うと、離職してから2年以内、もしくは今年から追加されたんですけど、コロナとかで本当にこう収入が減ってしまって、まあ、それと同じような状況にある人っていうのがまず一つ目の条件になります。あといくつかあるんですけど、例えばハローワークに給食の申し込みをしているとかで、一番下の国の雇用施策による給付金を受けてないことっていうのが、これあのすごいざっくり言うと、あの職業訓練の給付金とかそういうのをもらってないことが条件ですよみたいなのだったりします。次ですね、大体こういろんな預金、例えば貯金の金額の上限があったりとか、いわゆるこう支給的な要件があるんですけど、3つあって、まず収入面、もちろんその収入がめちゃくちゃ多い人がもらえるわけじゃないので、すごいざっくり言うと住民税かかんないぐらいの給与なんですよね、この水準っていうのが。なのでまあ 13.8 万円とか 19.4 万円って書いてるんですけど、なので大体これをベースにしてもらえればいいのかなというふうに思います。でもう1個が資産要件、貯金がどのくらいあるかなんですけど、これもまあ100万円超えない金額ってあって、一応単身で 50.4 万円とか、2人だったら78万円みたいな、こういうふうに決まってるので、まあ、それを満たすかどうかっていうのをちゃんとチェックしていく必要があります。で今年からちょっと撤廃されたんですけど、就職活動、要はもともとは家確保するから就活ちゃんと専念してねっていう制度だったので、就活っていうのが要件だったんですけど、今年の4月30日にそれが撤廃されました。もともとはハローワークで月2回相談してくださいとか、面接4回以上行ってくださいみたいないろいろあったんですけど、まあ、今はなくなってます。肝心ないくらもらえるのかっていうところなんですけど、上限があります。もちろん例えばタワーマンション住んでるんで50万円出してくださいって言ってもそんなことはもちろんできないの でしかも多分そこに住むような人たちって多分もらえないんですよね。大体もらえる金額が、1人世帯の場合だと、ここに書いてあるように5万3700円で、2人世帯だと6万4000円って書いてるので、まあ大体これぐらいと、例えばまあ10万円の
ワンルームに住んでるとしたら、まあ、5万3000出してくれるので、まあ、大体4万ぐらいで住むって考えたらちょっとは負担楽になりますよねっていう風に結構やっぱいい制度なんですよ。で一応支給期間が原則3ヶ月です。でただ、まあ、状況に応じて9ヶ月間まで伸ばしてもらえるっていう制度なので、9ヶ月間あったらねすごく楽になるんじゃないかなというふうに思いますので、でこれ仕組みとしては直接オーナーさんに家賃を振り込むので皆さんのところに一回お金が入ってくるわけじゃありません。なので収入証明書とか、いわゆる賃貸契約書とか見せて、それをオーナーさんに直接振り込むっていう方法になります。で、まあ、ちょっといくつか、注意点というか、離職者だけだったんですけど、今年からさっき言ったようにコロナの影響とかあるので、離職者以外も、追加になりました。勤めてた会社が休業しましたとか、子供の休校で仕事ができない人とか、まあ、そういうのがこう家賃の支払いの目処がちょっと立ちませんっていう人たちが追加になったっていうふうに考えてもらえればいいと思うので、まずこの制度自体を知らない人が結構多いので、これを知ってもらうっていうのがすごくまず一つ目のポイントになります。でさっき言ったように、ハローワークでのこう就職活動が一応不要になりましたよっていうので、これは4月30日になったので、これ要件っていうのがなんでこれ撤廃されたかというと、雇用契約じゃない人たちでいるじゃないですか。僕もそうなんですけど、いわゆるフリーランスで働いてる人たちとか、まあ、そういうのもちゃんと対象にした方がいいよねって、いわゆる自営業者さんも対象にした方がいいよねっていうので、実はですねこの辺を改正したことで、今はフリーランスの人とか自営業の人でも対象になるので、ちょっとどうしても仕事の依頼が減ってしまったとかいう方はこういうのも制度として使ってもらえるといいかなと思います。でもう一つ、年齢制限が撤廃されたっていうのが一つポイントで、もともと65歳未満の人が対象だったんです。でそれが、65歳未満の人はっていうのが撤廃されたので、まあ、65歳超えてても大丈夫です。まあ、このチャンネル見てくる方で65歳ってなかなか少ないんですけど、まあ、一応参考までに、まあ、4つ目のポイントなんですけど、一応来月から、本当はもともとは収入が減ってしまった人だったんですけど、来月から収入が減りますっていう人も実は対象で、従来だとこういわゆる申請する月の、世帯収入合計額が減ってるっていうのが条件だったんですけど、これがですね今年の4月1日以降は来月から減る可能性がありますので、まあ例えばなんですけど、具体的に言うとですよ、来月からのシフト、もう LINE とかでもいいんですけど、シフト表の通知とかあるじゃないですか、来月からこれだけ減りますみたいな、そういうのが証明できれば申請できるということなので、まあ LINE の文面でも大丈夫です。会社が休むのでちょっとシフト調整してくださいとか、そういうのをメモしといてもらえるといいかなと思います。最後なんですけど、まあ、この就職活動要件が結構緩和されたっていうのは結構大きくて、まあ、もともとはハローワークで月2回面談してくださいとか、4回以上ちゃんと面接やってくださいねみたいな要件だったんですけど、その辺が今なくなって、まあ回数ちょっと調整をされてます。でたださっき言ったように、職業訓練とか受けてる場合だと住宅確保給付金の対象にならないので、その辺はちょっと注意が必要になってきますので要注意してください。で最後に申請方法なんですけど、これですね一応自立相談支援所というのがあります。自立相談支援機関というのがあるんですけど、そこにですね一応自分の身分証明書とか、さっき言ったように、フリーランスの人だったら確定申告書とか一応いるんですけど、まあ、一回そこに相談していただいて、基本自治体が運営しているところ、もしくは委託して運営している窓口があるので、そこに一旦相談していただいて、自分この住宅確保給付金使えますかというふうに聞いていただけるといいかなと思います。で結構数自体はすごく少ないんですよ。使ってる人が結構少ないので、どっちかのですね存在が結構知られてないっていうケースが結構多いのか、みんなそこまで困ってないっていうどっちかなんですけど、多分今年になって結構この住宅確保給付金というかフォーカスされだしたので、やっとこれから申請件数伸びるかなと思うんですが、まずは皆さんにこれ知っていただいて、友達であこういうのあるんだよっていうのを伝えていただけるといいかなと思います。はい、ということで、YouTube のですねコメント欄に、まあ、お金に関する相談とか悩み事があればぜひ、コメントください。コメントいただければ動画でも回答させていただきたいなと思いますので、ぜひコメント、皆さんのコメント楽しみに待ってます。ということで YouTube 登録もチャンネル登録よろしくお願いします。また会いましょう。